こんにちは。達人研究所所長川村義行です。まして、いろいろな武道武術に達人というのは存在するんですけれども、共通しているポイントというのは確かにあります。一つは筋力に。では正中線についてご説明します。武道武術における正中線というのは、上丹田、中丹田、静下丹田が垂直に重なるというものは、もともと誰もが共通して持っている体のポテンシャルを引き出した結果に過ぎないんですね。ですから、小柄な達人や、高齢の達人がいることがその証明になります。今月の動画は宿地法です。宿地法の基礎をお目にかけます。通常足運び運足というのはではなく、位置で移動を完了して相手が